はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もモダンオフェアリマスターの多分 COD の中で最も狭いマップ、シップメントで、チームデスマッチ。これね、こんだけ、マジでこんだけ。ここ本当にね、狭いマップ。モダン2にもね、狭いマップ一つあったと思うんだけど、もうそんなもんじゃもう比にならないぐらいちっちゃいマップ。コンテナがね、規則正しく置いてあるだけ。仲間がやった。待って待って待って、どうなってがある、どうなってんだこれは。アシスト、いやこれはひどい。こっち行こう。グレネード OK、 2人やった。どうしろか。こっち行って、うん、一体敵はどこにいる。ああ そりゃね、エアストライクもこんなに当たりますわ。いや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 、ちょっとそこら中に、そこら中にグレネードが OK。 ああもう一人いる。これはもうね、押したもん勝ちですわ。 OK。 ああ倒すね。さあ仲間のヘリが OK。 ああグレネード、これスライハンドないともうリロードが間に合わない。グレネード、ああ待って、いるいる ちょっと待って こっち行って、ああこれはね、パッといければね、なんとか。あっと、こっちか、いない。ちょっと実況も追いつかねえわこんなところ。グレネード、こっちか、ちょっともう終わるか。 OK、 終わった 早すぎる 早すぎるこれ ちょっと待って、2分と数秒だけど まあね、このマップね、本当に狭いんですわ。仲間もね、もう勢いづいちゃえばもうね、バンバンキルできるマップだからね。もう一回やっていくかどうか。さあ、カップラーメンが完成するぐらいの時間で終わってしまうシップメントの次はカウントダウン。これキャンペーンにもあったマップだね。それがそのまんまマルチに来てて、じゃあ今度は G3 使おう。レッドドット付き。セミオートのね、武器だ。これ実在する武器だもんね。多分。さて、ここね、スナイパーも多いからね、要注意だよ。どっから攻めよう。さあ、今いたな。OK。もう一人いなかったが、今。やられた。さあ、この時、いただ、いただ。OK。G3 だからね、スナイパーの敵にもバンバン、遠距離にも当てやすい武器なんで。ん、今いた？一旦リロード。今いたぞ。 OKOK、UAV リコン、敵の爆撃だ。もうヘリコプターが敵。で、リロード。まずいです。ナイフ、よし、一旦引いて。引けない、空爆。うーん、この辺、このだだっ広いマップで空爆する場所もちょっとチョイスが難しい。待て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 、よし、リロード。オッケー、レーダー。ああヘリ、
ヘリはあれ撃って壊すか。 RPG をなんとか当てるきゃない。ナイフ。リロード。建物内から敵倒してっか。OK。 こっちの建物に移って。 UAV リロード。早くヘリとか行ってくんないか。あ、これスモークだったか。なんか奥に敵が一人いる。おった。ジズリね、ほんと安定力があって。使いやすいっす。待って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 、後ろに敵がいたぞ今。オッケー、ヘリコプター。リロード。チョッパーカモン。何発ぐらいで死ぬんだ。と今いたな。何、よーし。あー、やられた。ん？あ、今のはヘリが倒したのか。なんだ。さあ、エネミー UAV。 今いなかったか。ちょっと待って、ちょっと待って。うまい。リロード。あんなちょろちょろ動く森蔵。内側に移動しつつ、リロードで。今見られたか。危ない。 UAV リコン。どこに来た。こっちか。あ、見てる。引きましょうね。弾が少なくなってきた。さあ、でリスポンが変わってるな、これ。さあ、別の仲間のチョッパーが来た。誰を狙っていくか。こっちに一人いるな。 OK、 もう一人いた。 OK、 エアーストライクがスタンバイ。ごめん仲間、助かった。ちゃんとクリアリングしてから使うなんて。隣で突然立ち止まる仲間。というわけで、じゃあシップメントとカウントダウンのマップでのプレイはこんな感じで。はい、ご視聴ありがとうございました。